宇宙問答。今日は、31章読んでしまいましょうか。問う、仏道修行に心を用いることは、皆妄想だ。享保、前方も、枝葉、末節だと言って、迷いの、心のままに行動する人を、誠の道を求める人と言ってよかろうか。答え。もしもそのような見解をする人は、妄想の中でも第一の妄想である。縁覚教に縁覚を求める持病、四つの欠点を説明している中に、人病、一切の縁によって縁覚を求めようとする欠点と言っているのはそれだ。まあ、30章これですね、短いです。仏道修行するということは、仏道修行で心を用いるということは、妄想である。まあ、今まで妄想ということを、いろんな形で、無双国者と言ってきたわけですが、仏道は、無心、心を持つな。どういうんでしょうかね。仏道は、無心と言ったかな。なんかそういう表現を心を用いてはならないという。心じゃない。まあ、心という表現がですね、頭で考えているということですね。で、享保、何も思わぬは仏の稽古である。こういうふうにうまいこと言ってますね。何も思わない。ただけど、ぼーっとしているわけではない。枝葉末節だと言って、迷いの心のままに行動する人を、誠の道を求める人と言ってよかろうか。もしもそのような見解をする人は、妄想の中でも、もうナンバーワンの最初の妄想である。まあ、心でああだこうだと考えて修行しようとするのは、これは何も思わないというのも、また、誤解を招くかかりませんが、縁覚教に、縁覚、悟りですね。大縁境地、大なるかな心や、という、そういうからりとした悟りと言いますかね。そういう求める4つの病気があるという。この中の人病と言っておりますが、今日はちょっとホワイトボードを用意しました。見たらですね、4つの病というのは、作、死、人、この作死人滅というんですね。この作というのは、俺がやらねば誰がやるかという感じでしょうね。俺がやるんだ。動作をする。まあ、そういう作為をもってする。次、止めるというのは、息を止めるみたいに、もう何も考えない。何も思わぬは仏の稽古である。まあ、それはそうですけども、それを勘違いしてですね、無念無想だと言ってですね、無念無想、何も思うな、何も思うなと思う心があかんというんですね。何も思わんとこ。ね。無心だ。何も思わぬは仏の稽古だ。そればっかり覚えててですね、まあ、絵に描いた餅みたいにですね、餅というのは、食べるもんじゃなくて、絵のような表現でしかできない。食べた味が知らない。そういう、世界でずっとおるような人は、こういうことでしょう。何も思うな。無念だ。妄想だ。とですね、こう。で、これは力にですね、こうやらなあかんという感じですね。これ人病が出てくるんですね。一切。これはですね、もうお任せ。
コースといいますかね。一切の縁によって縁学を求めようとする。訪問無料請願学と、すべての現象が、三千草木が真理を表している。天地いっぱいの宇宙のエネルギーの現れである。だからそこに、見ようとする。すべての縁が、一切の縁によって縁学を求めようとする心。その心を持つなというんですね。次、滅というのもですね、断ち切る、滅し切る。さっきの止めるというのを、息を止めるという、思いを止める。そういう無念、無心ということでしょうかね。思いを止めるんじゃなくて、今度は体、苦しみとか、そういう昔の思い出、まあ何も思わない方がいいわけですが、私たち心というのは結構過去のことにこだわる、悩んでいること、恨みのこと、そういうことがありますが、そういうことを、断ち切らなきゃならない。そういうことを言っているわけですね。まあ、すべてが今まで、忠義は、夢窓国師の、解説といいますかね、話を聞いて、そうしたらもう勝手気ままに生きていかなあかんのちゃいますかと、そういうふうな問いを持ってきたんですね。修行の中で4つの大きな病気というものは、そういう頭で考えて悟ろうという、そういう悟りを持ってやると、それは間違った方向へ行ってしまうぞと、まあそういうことを言ってますね。さて、32章、公案の意義というの、まあ公案というのが出てきました。何、煩悩妄想というのが出てきましたが、まず読んでみましょう。問う、福徳、知恵を求めるのをことごとくこれを嫌っているのに、禅宗を学ぶ者が、一くだりの公案、仏祖の炊事を諭しとして悟りを求めるのは差し支えないのか。まあ、諭し、まあ、説明ですね。まあ、言い聞かせる。まあ、幸せを求めるな、知恵を求めるな、まあ、そういうのを、禅宗を学ぶ者が、そういう公案を、一つの、表示。まあ、お告げじゃないね。諭しという、使い方は私はあまり、わからないんですが、言い聞かせる、まあ、方便じゃないね。そして、悟りを求めるのは差し支えないか。公案を使って悟りが得ようとしてもいいんじゃないですかと。ね、煩悩妄想、心を持ってやるんじゃなくて、公案はいいんじゃないですか。こういうことを言っている。さて、夢窓国師は、個人が心を持って悟りを求めてはならぬと言っている。まさにそうですね。心というもの。心ないわけですが、心があると思って、その心を持って、古臭い、この理屈を持って、分別を持って、今、パッと咲いた花の生き様、カラスがカーカーと鳴いているところ、夕日が沈んでいこうとしている。朝日が昇ろうとしている。月が、水辺で、映っている。まあ、いろんな涼しい風が吹いてくる。まあ、そういうところを持って、気づけというんですね。ところが、文字を持って、風流文字である。あるいは理屈、説明を持って、
心を持って分別を持って悟りを求めてはならないと言っている。学ぶ者がもしも悟りを求める心があれば、公案を悟しとする人とは言えない。公案を悟しとする。これも日本語ちょっと難しいですね。公案を悟し、手がかり。公案を手がかりとする。あるいは研究、公案を研究する人はとは言えない。公案、ね、を、まあ、公案を諭しとする人とは言えない。公案をどのように用いるか。円語禅師も言われた。良い生まれつきの人は必ずしも個人の言句、公案などを見る必要はないと。円語国言禅師ですね。九九浄瑠璃はその弟子でしたですね。これでよくわかることだが、公案を与えるというのも決して、創始、終始でもいいですね。終始の本意ではないのだ。この我々の、ずっと、仏法を伝えてきた人方々の、そういう指導者のそういう公案というのが一番大事なものだとは考えていない。法を伝えるのに公案しかないんだ。公案が第一なんだ。ファーストチョイスなんだ。そういうことは考えていない。公案も、まあ、使い道はあるぐらいでしょう。公案を与えるというのは決して終始の本意ではないのだ。たとえ情けをかけて一下りの公案を与えたとしても、それは仏の名号を唱えて往生極楽を求め、だらにを受し、経を読んで功徳を求めるのと同じではない。そのわけは、修士が弟子たちに公案を与えることは、極楽浄土に往生するためでもなく、成仏、得道を求めるためでもない。ね、公案を覚えたから言ってですね、極楽往生させるための道具ではない。まあ、どちらかといえば疑問を与える。なんでこんな問題があるんやろと。上司はなんで無と言ったんだろう。すべて生きとし生けるものは、仏性があるとお釈迦さん言ってるのに、どうですかと。上司はないと言った。でどういうことですか。それは世間の変わったことでもなく、仏法の通りでもない。公案というのは仏法の通りでもない。いろんな公案があります。すべて人間の常識、情けの知識ですね、とらわれた考え、分別の届かないところである。それゆえに公案と名付けたのだ。これを鉄のまんじゅうに例えている。ただ常識という下の届かないところに向かって噛んで噛んで噛みまくれば、きっと噛み破る時節があるであろう。その時初めてこの鉄のまんじゅうは世間の種々な味わいでもなく、いろんな味わいでもなく、世間出世の妙法の滋味や義理を読み取る味わいでもないということがわかるであろう。こういうところですね。さてですね、まあここで、言おうとしているのは、鉄のまんじゅうを飲み込めというんです。これはですね、世間でいう幸福を得るとか、あるいは金持ちになるとか、健康になるとか、そういうもんじゃない。そういう世界をこう集中してですね、スーッと無我の心境になって、そしてビターッとですね、一枚になっていく。だから小さなところにこだわらないで、スーッと大きな気持ちを持って、行くという、そういう生き方をするためには、まず分別心を超えていかなければならないということですね。無分別地、
ムフンベチ、私はもう、ね、壁に止まっている灰を見て、ムフンベチというものを、体験しましたが、ムフンベチというのはどこでもある。すぐに私たちは分別を持ってしまっている。あーとね、オートバイだとかですね。だけど、そのまま、ただこれこれ。もう、まあ、そういうところで終わってしまうわけですけども、どうぞこれからもですね、自分の人生の中で、いろいろ喜怒哀楽の人生、宿厄の人生ですけども、公案というものが大事じゃない。公案というものは一つの道具である。まあ、そういう今、こういう無相、無中問答を読むのも一つのテキストである。だけど一通り私たちは座禅を通して、スーッと、この初発進、最初のスーッと、まあ私はもう無自ですね。無自というところで、ずっとそういうところで、自他不二という世界をしっかりですね、味わって、おればですね、まあ、すべてのテキストにも通ずるものがあると私は思います。で、味わい深いものになっていくと思いますね。まあ、これからもそういう気持ちで読んでまいりたいと思います。今日はこれで終わりましょう。